酸味が思ってる遅いってチャリコンのが。いや、ちょっとまずいよ。外でこれするとおもろかったな。ここにかけてダメだったら、おもろい容器すぎてんだよ。はい。え、ネギじゃないよね。これネギやん。やっていきまーす。意外とうまくないか。皆さんどうもこんにちは、スタミジャパンでございます。ツイートだったり配信だったりでも言ってる通り、今日は60キロ、自転車を漕いで東京に向かおうと思います。この、企画の最後にはですね、最終到達特別、最終到達特別なファンミーティングを皆さんしようと思っています。来てくれたらレッドブルバロラント缶を、プレゼントいたします。でチケットを買ってくれたらハッピーにサインをいたします。でハッピーはこちらでございます。じゃん、しっかりしております。さあ僕はどこに行くんでしょうね。わかんないなー。いやこれはね、かなり難しいクイズとなっております。どこだ今回の僕の相棒となるね、チャリンコこちらです。ダメだろ、なんかなかったの。もうちょっと一番いいチャリ、もうちょっと来いよ。これね、これ見て、ここ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 で、これ見て、これ見て、いくよ。なるんだけどバネ死んでんのよ。でさ、セットしてるときは大人たちが盛り上がってんの見て。で推進力になるからってさ、扇風機逆につけてんの、めっちゃバカじゃない。ママチャリはやばいって。え、ママチャリいけるもんなんすか。単純にそれをチャレンジするはい、ということで、僕だけだとね危ない一面もあるんで、サポートとしてね先導してくれます自転車が1台。安全面は、最新の注意を払ってますので、そこら辺はご安心ください。角谷です。あ、もう行っていいですか。どうぞ。はい、角谷に行くぞ。頑張ってね。はい、頑張ります。はい、はい、というわけで皆さん始まりましたよ。自分の中では結構思い出のあるね、八王子から、東京に向かってチャリの旅やっていきたいと思います。さてまず、ミッション、長期的なミッションでいうと、まあある場所に着かないといけないよっていうところなんですけれども、まあ短期的なミッションっていうのは俺が勝手に設けてまして、はい、もうなんだろう、俺が泊まったところに泊まらざるを得ないんで、レッドブルさん関係なく、もう飯をまず食べたいなと。エネルギーチャージはしたんですけれどもね、しっかりとお腹に物入れないと動けないんで、高尾山周辺で美味しいご飯と巡り合えたらいいなというわけでございます。いいな、やっぱこういう配信も気持ちいいね。おっ、いいな、あれいいな、あれいいな、あれ中華はいいな、あるよ。中華屋さん発見しました。ちょっとアポ取り行ってきます。皆さん撮影をしていて、ここで食べていいかなって、他のお客さん映さないんで。何が？いいですか、ビデオカメラで、動画を撮影していて。自分のでしょ。はい、いいよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、そうか。俺、前からやったからバレてんのか。俺、今、OK ってやろうと思ったら、そう、ここ、マイクついてんじゃん。で、今回、お邪魔するのはこちらですね。中華料理、鶴屋食堂さんです。配信中なんですよ。生放送。はい、生放送です。はい。オムライス美味しいですか？美味しいです。美味しいですか？チャーハンが。
あ、チャーハンおすすめ。お母さんが。あ、お母さん、なるほど。じゃあチャーハンだ。じゃあチャーハンだ。なるほど、美味しいです。わかりました。すみません、いいですか。はい、どうぞ。五目チャーハンと、餃子、はい、あと卵スープでお願いします。はい、五目チャーハン、餃子。あ、そうでした。もう俺の一部になってたわ。お待たせ。ありがとうございます。うわ、うまそう。今、卵スープ上がります。というわけで、こちら、五目チャーハンでございます。いただきます。まずは餃子から。うまっ。身がぎっしり。でもね、軽め。あっさりしてて美味しいわ。あー、チャーハンね、胡椒がめっちゃ効いてる系。見てよこの絡み方。あと何キロ？あと何キロ走んないといけないの俺。60.2 キロ走んないといけないんでね。はい。じゃあ14キロぐらい。ちょっとスタート地点からここまでの距離見ますね。うん、走ったのが 2.5 キロ。あと58キロ。はい。配信開始1時間で 2.5 キロ。現在時速 2.5 キロで進行中でございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。遅いのによく食べた。たくさん食べました。全部入りました。あ、チャリ届いた。タクシーも。チャリないもん。チャリなくなった。どうもおや、かっけえバイクで来たな。どうも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 、ドスタミさんに会いたくて福島から来ました。写真撮ってもいいですか。どういうことどういうことどういうこと、マジ、はい、福島からバイクで、バイクで300キロ。本当に福島ナンバーじゃん。昨日の夜出て、ちょっと臭いかもしれない。全然全然、お疲れ。すげえなお前。昨日の夜に福島出て、今俺と握手したから帰るらしい。いや、あんな頑張ってんのにさ、俺まだ 2.5 キロ走らなくて、あの人300キロ走ったって言ってたぞ。俺頑張らないといけないな。これ分岐点だな。俺今タクシー呼ぼうとしてたぞ。5分前に俺はぶん殴りてえよ。何やってんだよ。北さん、北さん、今俺なんか来てる。あれ、もうやだ、帰りたい、眠い、つらい、暑い。2キロも進めないよ、60キロ中。さっきね、確認した。 あと58キロあるんだって下りやりました。あ、やった。うん、じゃあ、マキロ君が苦言停止で、うん、あの、スタンビが思ってる遅いって、チャリコグロが。いや、ちょっとまずいよ。いや、俺が遅い、違う違う違う。前、先導が早かったら俺別にそれついていくから。いや、結構距離空いてたやろ。は？結構距離空いてたやろ。いや、ついていったよ、食らいついてた。全然。思ったより、もうやる、その下り。この喧嘩の下り。始まって2キロで。よろしくお願いしまーす。あ、マジテンション上がんねえな。なんこれ。あ、ばば。
やばい、チャリ、待って、待って、待って。チャリに慣れてなさすぎて。あれ、あげんの忘れてたわ。ギンギンのレッドブル飲みてぇな。あと52分で行けるから。ん？ あと52分で休憩所だから。52分？そこに車待ってるから。52分チャリこくの、うん、正気？序の口よ。黙るのやめて。全然テンション上がんねえ。いや、やめよ、その話。その話今後禁止ね、そういう類の話。そういうくくりの話全面禁止で、現実を見ない。迷子になってないよね。おいおい、大丈夫か。逆だった。はぁ、またいなかったな。不明が通行しないといけないから曲がれるともなくて。いや、あそこでぐるってきたのあれなのか。なるほどね。交通ルール的にどうすんのあれって。じゃあ我々はまず進行方正に行くならちゃんとこう左側でここをこう渡って左車線に行って、その貧困法制さじゃなくて、なんか人とはでいい。突き抜けるよ。はー、頑張ります。ありがとうございます。はーい、こういうのでちゃんとパワーになんだな。やってやる気になるもんな、少しずつ。あんだけ始まる前やる気なかったのに走って。あんま言うな。序盤やる気なかった話。待って、この先行き止まりつくじゃない、この先。いや、そんなことないね。いや、俺たちならいける。看板ごときにね、騙されちゃダメ。ちょっと待って、ここの道さ、やばい、上りが、あー、危ねえ、上りが危ねえ。ねえ、行き止まり？道がなくなったんでちょっと引き返します。でんでがでがでん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 。オッケー。え、待って、もう5時、3時半だってよ。え、まあ3時半はやばいって。今からさ、その道がちょっと入り組むからさ、今までの大通りとのペースとはちょっと違くなってくんだよね。ちょっとやばいぞ、急ごう。竹田さん、寄ります。果物買ってくれ。南の恵みファーマーズマーケット、この後急げば大丈夫だよ。急ごう。クラム買ってきました。竹田さん、2時間押し出し。2時間ってなかなかないね。はい、クラムいただきます。うまっ。マジでうまいよ。食べる食べる。いや、これもう休憩になってるんで。ん？休憩地点がなくなりました、これで。コンストップで俺今休憩、1回目の。だ、本来予定してるところは止まらず。わかった。あ、それしょうがないね。え、ここで何分いんの、ここに。ん？それ食い終わったらもうすぐ行く。え、そうなの？お前8だよ。わかった。意図してない急なストップだ。何分いんのとかないよ。もう今すぐにでも行かないと。わかった。で、怒ってるの。はい、到着しました。第一休憩地点です。いや、到着してない。順調ですよね。マジないっす。マジなし。マジないっす。いや、飛ばさないとね。一旦とかじゃなくて、ちょっと遊びすぎっす。エネルギーチャージしよう。あざっす。これがありゃいけんだから、どんなにマージンなくても。いただきます。3本ぐらいいっとく。いや、そんなない、マジン。ない。
これ最後の場所僕が借りてるんで、始まんないと僕怒られるんですよ。あれ担当者いないんですけどってなるんですけど。いや急ぎますよそれは。全力出しますけど。あと柿谷に嘘ついたっしょ。全然コース外れてないっすって言ってたけど。嘘ついたっしょ正直。これはね演じのため。横を走ったつもりだったんだけど。途中でわけがわからない。次の休憩ポイントでレッドベルさんの顔色が変わってたら。ちょっともっと激感増してるとで、まだ笑ってらっしゃるんで。ここ行動じゃなくて、ちょっとケーキ付けできるんですけど。何？やっときます。何ケーキ付け？俺外でこれすると思わなかったな。じゃあこれで。全然ラグないんだけど、ほら。え、怖いんだけど。すごくね？完全に同期しててさ。景色が完璧に見えてんだよ。でもなんかここにメーターあるし。え、すごっ！え、すごっ！え、すごっ！こん、クエストすぎてこんなあんの？触ってないんで、まだです。じゃあ本気フェイズってことでここから。ちょっと巻きます。行ってきます。こっちゃ待つね。飛ばしてくぜ。ギア上げるぞ！エンジンオン！ブースターオン！ギュンプッ！これ角田さん、これレッドブルから何もらえるの？1500万ぐらい。あくまでサポートしてくれてるだけだから。やろうって言ったの俺。最近なんかモデルとかやってこういうの忘れてないかなと思って。ああ、そのこういう泥臭さ。そう。綺麗なとこばっか行って、うん、パシャパシャポーズかけながらキメキメで写真撮って。うん。ええ、忘れてなかった。いやこの前さ、寿司屋行こうって話になってさ、うん、寿司三昧高いって言ったよね俺。安寿司行こうって言ったじゃん。変わんないんだってゆうやは根本は。意外と走った。結構頑張れた俺。結構頑張れちゃった。頑張れちゃった俺。見て。ん？今俺勘で走ってる。おい、ダメだって。今ちょっと。何勘で走って、遅い言い出すのも。え？言い出すのも遅いし。助けを待とう。彼らの。なるほど。我々今遭難したみたいです。角谷のスマホの充電が切れて、ちょっと勘で進んでるんで、一旦ここで休憩で。いや、だいぶ巻き返したんじゃない？俺もそう思うよ。ちょっと聞くの怖いよね。楽しみだね。これでどういう結果が待ってるのか。すいません。すいません。ルートから外れた点って言ったのに、切れちゃったから。重たい。え？いける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 。話した。え、巻き返した？全然。嘘でしょ？なんかもうチェックポイントとかなしで、ここ。嘘でしょ？これ巻き返してない？なんか冗談でしょ？巻きのジョークでしょ？そもそも、最短ルートから外れてずっと来ちゃってるんで。なんで？止まったら終わるっていうのは、結構実感としてあるよね。まあ実感としてあるから俺たちも飛ばしてんだよ。でも、その、なんだろう。テック組と、俺たち組で、その、実感の差があるのがまずい。俺はね、これ、やっぱコンテンツ的にも、ここにかけた方がおもろいし。いや、おもろいし。いや、ここにかけて、ダメだったら。おもろい領域すぎてんだよ。はい。もうおもろくなくなってきてんだよ。先導者がペース作っていかないと。はい。いや、確定がついていかないよ。ん？ついてこない。そんなことない。いや、それ、めちゃくちゃない。ちょっとやめて。ねえ、このテンションやめよう。ねえ、苦しい。いや、これその脚力の問題ってこと？違うよ。違うよ。俺は角谷さんの、いや、ペース、角谷さんのとか言い出すとまた割れるけど、俺はこの人のペースを見て、コンテンツに振ってるわけよ。脳みそも。だから、この人が飛ばせば、俺はコンテンツで。止まってるやん、途中。だから、止まって待ってるよ。例えばさ、想像してみて。何が？ゴール地点に、うん、なんでゴール地点言わなかったかっていうと、うん、さあみんな
ポルシェにいないし二度と来ないのにそこに人だけ滞留して、で誰も そいつらをまとめるやつがいなくて、 その土地の主がぶち切れたらどうすんのって話じゃない。で俺が俺の名前でそこ借りてんのよ。そかそかそか。一生そこと取引できなくなる。もしくはあるわ、まあ、そこまでになったらいいよ。分かった、やってみ。空気感良くないのやめよう。まずちょっと一回ちょっとチームじゃあやってみ。チームなんでそこで割れんだよ。ちょっとスタミ頼むよマジで。分かってよ、俺結構全力出してる。えすごいんだから、この負荷。この負荷とこいつ風掴んで掴んでしょうがない。作ったからそれ。分かってるよ、だから俺は畳まない。あなたたちの熱意が伝わってるから俺は畳まないんだよこれを。分かってるよ、チャリも頑張って作ってくれてるし、旗も頑張って作ってくれてるってのは分かってるから、畳まないの俺は。風を受けながら、ね、いいよ行こう。いろんなとこに寄る予定だったんだからなんだこの社長が俺のプランを全部台無しにしたんだよ。俺2ヶ月間これ準備してるからね。よし飛ばしてこー、気取り直してね。さあ今から都心に入っていくらしいです。一気にね。マジでだいぶ景色変わったな。なんかついさっきまで土手は走ってたイメージだったけど。頑張って。お、ありがとうございます。ありがとう、頑張るよ。ありがとう、ありがとう。部活終わってめっちゃ走ってきた。走った、間に合ったな。はい、両国ですよね。おっとそうなんだよ。お前よくわかったな。はい、ちょっと見ながら。オッケー、写真撮れ。間に合うよ。ありがとうございます。ありがとう。頑張ってください。頑張って、頑張ってじゃない、ありがとうね。ありがとうございます。両国なんだ。ゴール。いらない。ああ行こう、気持ちいい。渋谷ですか。この猛スピードで、いやなんかなかなか体感しないね。あともう少しでスクランボー交差点でございます。まさかこんなところ通るとは思わなんだな。いい機会で気持ちいいね、なんかね。渋谷チャリってのは悪くないね。非常にいいよ気分が。はい、ここが皆さんスクランブル交差点でございます。キンキンやろ。あ、うまうまぐわー、喉越しえぐ、通ってくわ。行くぜ。さあラスト行こう。痛い、ケツ痛い。こっちの足がつってる、ずっと。つってない、つってない、つってない、つってない。これって違う、つってないが、うん、喜び。なるほどね、筋肉は喜んでる。楽しいな。さあ残り少しでございます。かなり見覚えのある景色になってまいりました。はあ、よく頑張ったな、もうチャリも偉いぞ。到着でございます。はぁ、あ、痛ぇ。どこ見てなすか。あれ、何の隣。え、お前待ちよ。あれ、お待たせしました皆さん。お疲れ様。
お疲れ様、ありがとう、待っててくれて。お疲れ様です。うわぁ、消えた。ということで皆さん、無事両国国技館の方に着くことができました。高尾山から1時からスタート、60.2 キロ走り切って到着でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、1番手ハッピーボッテルじゃねえか。ありがとうございます。サイン書きますよ。ありがとうございます。手ベタついてるけど。ほら、何笑ってんの。なんか今笑った。はい、ありがとう、一人目。ありがとうな。ありがとう。ありがとうございます。ああ、いいぞ。ああ、いいぞ。そうそうそう。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。またね、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。今思ってる感じとも。むずいこと言うね。むずいこと言うね。二人です。あ、じゃあいいよ。ちょっと引っ張っといて。愛ってどうかこれ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとう、買ってくれて。どうも。お疲れ様でした。チクタさんが今まで頑張ってるので、はい、ちょっと頑張ろうと思って。毎日晴れてる日は40キロ、はい。何キロだ。40キロ。お前すげえな。いや俺60走って分かったけど、毎日40やばいよ。なんこれ、これどっちや。これネギや。これ一瞬見て分かんなかったぞ。これどっちだ。これもニラだよな。これニラです。ぶねー、危ないです。お前どっちもニラなの。ちょっと引っ掛けじゃねえかよ。あぶ、え、ネギじゃないよね、これ。ネギやん。マジで分かんなかった。こっちがニラで、こっちネギだよな。こっちネギ。素で間違えたわ。ちゃんと間違えんだな俺。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、待ってください、はい、はい、行きますよ。チーズ。はい、取りました。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。また来たのにプラスして残ってくれて、どうもありがとう。はい、というわけで、無事、そうですね、配信をこれにて終了したいと思います。昼の1時から今ちょっと何時なのか分かりませんが、長らく配信見てくださりどうもありがとうございました。また明日も配信確定しております。よかったら見に来てくださいということで、スタミンジャパンでございました。また、配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら、バイバイ。